最近はネット麻雀のしすぎで途中寝落ちしてしまい、気づいたら箱下のラスなんてことよくありますよね。寝落ちしてしまうと自動でつもぎりマシーンと化してしまい、ターチャから餌食にされます。実はネット麻雀だけでなく、プロの対局でもオールつもぎりをしたケースがあります。なぜプロの対局中に、今回は実際にプロの対局中に起こったオールつもぎり事件を紹介し、なぜオールつもぎりが起こったのか、その問題点についても深掘りしていきます。新降臨2017王座決定戦で起こった角谷事件。2017年3月24日に行われた新降臨2017王座決定戦、主要5団体のうち日本プロ麻雀連盟を除く4団体のタイトル保持者が集い競い合う対局で、毎年麻雀スリアロチャンネルの主催で各団体のプライドをかけて行われています。この時は最高位戦の当時最高位、近藤誠一プロ、日本プロ麻雀協会のジャンオウ、角谷雄介プロ、RMU 代表で霊勝位、大井隆晴プロ、麻雀連合の称王、押田幸男プロの4名で行われました。対局は角谷プロが終始劣勢で、最終半チャンの難波の親以降優勝の可能性がなくなってしまったため、それ以降の局をオールつもぎりで通しました。対局はそのまま進み、大井隆晴プロが初優勝を飾り、角谷プロは4位のままで結果終わりました。事件はこの対局放送終了後に起きました。麻雀の目なし問題。プロ雀士のタイトル戦などでは、途中で総合成績の低い選手が通常の上がりの得点では1位になれないことや、次戦に進出できないことが確定する場合が発生します。この状況を目なしと呼び、目なしとなった選手は、特に最終半チャンにおいて優勝争いをする選手のことを邪魔してはいけないという暗黙の了解があります。目なし状態になった状況での打敗選択は選手に委ねられており、優勝争いを邪魔しないための打敗選択の一つとしてオールつもぎりが用いられることがあります。オールつもぎりをしたとしても、通常の打敗選択であれば出ないような牌ができることで、下茶が地位しやすくなることや、全員に対して放銃が起こりやすくなり、場に影響を与えることは避けれませんが、打敗に自分の意思を込めない方が公平であるとして、過去にも木原浩一プロなどが目なしとなった際にオールつもぎりを選択していました。新降臨2017王座決定戦でオールつもぎりをした角谷雄介プロは、最終半チャン前時点でかなり劣勢であったため、事前に運営側と対局者に目なしとなった場合オールつもぎりをすると通告していたようです。そのため対局自体に問題はないように思われましたが、放送後その対局を見た日本プロ麻雀連盟の森山茂和会長がオールつもぎり行為を問題視し、クレームを入れたのです。連盟からの圧力、そして選手への処分に発展へ。新降臨2017王座決定戦は最高位戦、麻雀協会 RMU 麻雀連合の4団体で行われ、日本プロ麻雀連盟は関係のない対局です。今回角谷事件の核として取り上げるのが連盟外野からの圧力です。なぜ関係のない団体が口を出すのか、それには連盟を率いる森山会長および重鎮たちが自団体他団体問わず、自身の気に入らない打ち方には口出しをし、一方的に処分してきた古い体質があります。麻雀連盟は団体の中でも一番組織が大きく、会長の森山茂和氏は威圧的発言をすることで有名です。対局の解説には辛口な発言や選手のプライドを下げるような発言が目立ち、たびたび麻雀ファンの間で反感を買ったり物議を醸しています。森山茂和会長は角谷プロのオールつもぎり行為にクレームを入れただけでなく、なんと角谷プロの所属する麻雀協会に謝罪を要求し、今後角谷プロを連盟主催の大会に一切出場させないこと、角谷プロの出場する試合には連盟選手を出場させないことを通告したというのです。結果それを受けた麻雀協会は角谷プロに謝罪をさせて、多くのタイトル戦を辞退させてしまいました。角谷プロが辞退させられた大会はインターネット麻雀選手権、日本シリーズ、麻雀マスターズ、ベストワンカップ、オータムシリーズ、RTD リーグとプロ雀士として大きな機会損失となってしまいました。麻雀協会が以前からオールつもぎり行為には消極的だったとの話もあり、この一件を好機と捉えたのかは不明ですが、組織が大きい麻雀連盟との今後のことも考えて処分を決めたようです。何はともあれ、角谷プロのオールつもぎり行為に外野の日本プロ麻雀連盟がクレームを入れ、さらには角谷プロの所属する日本プロ麻雀協会に対し処分を要求したことに対して、協会側が屈したとの見方が強いようです。当然多くの麻雀ファンは黙っておらず、大きな物議を醸しました。放送対局でもあった
新降臨。オミタファンからは麻雀連盟に多くのクレームが入り、さらには麻雀協会側にも門谷選手を守っていないという内容のクレームがかなり入ったようです。当時ネット上でも多くの議論が巻き起こっていました。選手への処分は正しいか、問題の一つは選手への処分が正しいかです。先ほども述べた通り、目なし状態になった状況での打敗選択は暗黙の了解はあるものの、選手に委ねられており、規定やルールが設けられているわけではありません。打敗選択に好みや限界が分かれるのは当然ですが、問題になりそうであれば、あらかじめ大会側や所属団体があらかじめ規定を設ける必要があります。選手はあらかじめ大会や対局者に通告もしており、所属団体にも明確な目なし行為での規定はありませんでした。麻雀連盟は明らかな越権行為であるし、麻雀協会も雀王でもあると選手を守れていません。どのような背景があれど、大会や団体の規定に明記されてない行為で一方的に処分をし、所属の選手の公式戦の機会を奪うことは選手も裏切られた気持ちになり納得いかないと思います。目なし状況時の振る舞いについて、もう一つが、目なし状況時にオールつもぎりは振る舞いとして正しいかという問題です。目なし状況時の打敗選択において優勝争いの邪魔をしてはならないという暗黙の了解が存在するとしたものの、多くの麻雀ファンは目なし状況であったとしても少しでも順位アップや得点アップを目指し最後まで打つというのが多いのではないでしょうか。ただし、麻雀プロのタイトル戦などでは1位を得ることに大きな意味があり、他の順位は軽視されがちです。4人で行うゲームである以上、優勝争いの邪魔をしないとなると、目なし状況の選手は打敗選択を限られてしまいます。オールつもぎりは下茶が地位しやすくなることや、全員に対して報酬が起こりやすくなる他に、その人のハイパイは実質ワンパイと変わらない扱いになってしまうため、優勝争いを邪魔しない方法として最適であるかは様々に意見が分かれています。それでもオールつもぎりが打敗選択の一つにある理由として、麻雀には常に未必の恋つまり意図的であるかないか、どちらにしたとしても誰かに対して有利な打ち方となってしまう状況がある。オールつもぎりイコール打敗に自分の意思を込めないことで、同卓者に潔白であり公平であること、分かりやすくするというのが挙げられます。一部のプロの間では、プロ対局において目なし状況時の打ち方はオールつもぎりではなく、ターチャに泣かれず報酬しない牌を見極めて切り、それを繰り返すことで完全に身を潜め黒子に徹する打ち方こそプロ雀士としての振る舞いだというものもいます。ですが、黒子に徹する打ち方はかなりの技術が必要であり、その時々で完璧に打てる状況であるかは難しいと言えます。その他、天文学的確率であっても逆転を目指し打つ、順位が変わらなくてもいつも通り打ち方を変えないと、さまざまな選択肢が選手にはありますが、どの打ち方も優勝争いにおいては場に影響を及ぼすことは避けられず、目なし問題を解決することは難しいと言えます。そもそも目なしをなくすためには、麻雀は4人で1つのゲームを行う競技のため、どうしても目なし状況が生まれてしまいます。M リーグはシーズンでポイントをチームで競い合うので、基本的に目なしは起こりづらいですが、ファイナル最終日だけ目なしのような状況が生まれることもあります。ただ3位までは賞金がもらえるようになっているので、目なしは起こらないように取り組まれていますが、過去の M リーグ2019-20のファイナルでは1位の EX 風林火山がプラス 231.1 ポイント、2位の角川桜ナイツがプラス 163.8 ポイント、3位の渋谷アベマズがプラス 125.6 ポイント、4位の赤坂ドリブンズがマイナス 132.8 と、大きくへこんだ赤坂ドリブンズが、優勝はおろか、どんなに勝っても3位に食い込むことは難しい状況で最終戦を迎えたことがありました。最終戦に出場した赤坂ドリブンズ村上純プロは、チームやスタッフとよく話し合った結果、あくまで半チャントップを目指すことを選択し、最後までトップを取り切りました。これまで順位争いの邪魔をしないと暗黙の了解を置いてきた麻雀界において一石投じた形となります。村上プロが半チャントップを狙いに行くことはスタッフや実況にも共有されており、視聴者にも認知されていましたが、順位争いではないトップ取りをしたことで多少の物議を醸しました。明確な正解がない事案ともいえる目なし問題、門谷事件のような悲劇を生まないためにも、対策の一つとしてあらかじめ運営側がルールや指針を出しておくというのが挙げられます。 M リーグではその後2021シーズンの開幕前に、いわゆる
目なし問題への方針が公式ホームページにて追加されました。 M リーグはチームにとっての最大の目標であるシーズン優勝、一つでも上の順位を勝ち取るためにチームと選手が一丸となって全力で競技に臨む姿勢を重視する。 M リーグはチームのシーズンの順位はもちろんのこと、累年の成績、ポイント、累積ポイントも未来永劫残っていく価値と考える。 M リーグは頭脳スポーツとしてチームの順位を向上させることが難しくなった場合においてもチームポイントを伸ばすために全力で競技に臨む姿勢を尊重する。要するに目なし状況であってもポイントを稼ぐため最後まで全力で打つことを公式的に推奨した形です。また選手の所属団体が指針を示すというのも対策の一つに挙げられます。 M リーグ2020-2021のファイナル最終戦ではコナミマージャンファイトクラブの滝沢和典プロが目なし状況を担う立場となりました。所属のコナミマージャンファイトクラブは事前に選手の方針を公式ツイートにて示していました。公式ツイートではできる限り逆転の可能性を目指すこと、よって難波の親番以降は役満を狙う手役が増える可能性があること、それでも無理な手役狙いによる弊害に配慮しできる限り試合運びが崩れないように努めることが述べられており、実際の局ではトンバ一局の親番で滝沢和典プロに連続で手が入り、一気にトップ名へと躍り出た後、難波の親番までは宣言通り局終始に素直な打ち方を通しました。難波の親落ちをした以降は狙える役満を手組みしつつ場を崩すような牌は打たないなど他の攻防に配慮したバランスで局を進め、結果麻雀ファイトクラブは2連続半チャントップで幕を閉じました。この内容は事前に所属団体が周知していたこともあり、最終戦を盛り上げる立役者として滝沢プロの振る舞いは評価される結果となりました。こういった形であらかじめ公式的に指針を出しておくことで結果として選手を守りファンの混乱を避けれるようになるのではないでしょうか。 M リーグは長期戦でチーム戦ということもあり自分だけのポイントではないことも大きいですが、一方個人対局での目なし問題にはどのような対策が考えられるでしょうか。 RMU 代表の大井高春プロは以前から目なし問題に対する自身の見解や対策をたびたびツイートで述べており、目なし問題の解決と選手を守りたいとの一心で新決勝方式を打ち出しました。内容は最終半チャンの後に優勝者を決める一局単位の延長戦を行うというもの、南4局終了時の点数を持ったまま上がった人が総合トップとなるまで局を繰り返します。トップの人はターチャに越される前に1回上がれればいい、知らずの人は希望を捨てず上がり続けることを目指せます。さらにオーラスまでの局も誰もが真剣に得点アップを目指して打つように変わります。よって新決勝方式を採用した一部の RMU タイトル戦では実際の局ではオーラス前の細かい条件計算が不要になり、意味のない上がりや上がりの放棄が解消されました。類似のルールは他のタイトル戦でも導入されるなど目なし問題に一つの答えが出たと言ってもいいでしょう。その他には順位に関わらず満貫以上の上がりに対して賞金を出すことで目なしになっても賞金を獲得するという明確な目的のために全選手が全力で打ち込めるようにする大会や対局結果を選手の個人の成績や次回の出場権の要件に反映させることで下位の選手にも少しでも得点アップを目指す打ち方をさせるなど様々な取り組みが試されています。ただどれも全国的にはまだまだ広がっていないようです。昨今M リーグやネットマージャンで全国的に盛り上がってきたマージャン競技ですが、マージャンの打ち方も変わるように暗黙の了解とされてきた慣習やしきたりも多くの対局において選手が安心して対局に取り組めるよう変わっていく必要がありますね。このチャンネルではマージャンに関する動画を随時アップしていきますので、取り上げてほしい話題などがあればぜひコメント欄にてお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。